まだ早いし、どこかへ行く？見に行かないのか、ゼーレ。今回はルカのチャンピオン防衛戦だぞ。遠慮しとく。あいつのことだから、チャンピオンの座を誰かに渡すことはないでしょ。そうだな。見に行きたくない気持ちもわかる。なんせどの試合も大して違わないからな。やっと好きなことをできるようになったんだし、俺もどこかで体を動かすべきか。ゼーレとオレグ、二人で何を話しているんだろう。聞いてみよう。おお、なんだ、開拓者じゃないか。久しぶりだな。調子はどうだ？旅は順調なの？あんたたちのおかげで、私とオレグさんは暇すぎてどうにかなりそうよ。このジャジャウマめ、やっと平穏な生活を送れるようになったっていうのに、それを悪いように言うな。おお、聞こえてたのか。俺の弟子ルカのことを話してたんだ。おっと、お前はまだあいつに会ったことがないんだったな。簡単に紹介すると、ルカは仮想部の一流の格闘家で、以前から遅延のために働いてくれてたんだが、この町にはいなかったんだ。ああ、そうだ。お前、ルカの防衛戦を見たことがないだろう？ゼーレ、俺たちの大英雄様をファイトクラブに連れて行って、その雰囲気を味わってもらうのはどうだ？え？なんだ、嫌なのか？いや、別に。私はただ、ルカのやつが考えなしに動くんじゃないか心配なだけ。ああ、思い出したぞ。前にルカが防衛戦をした時に、ゼーレがリングの下で観戦してたんだが、その相手が紙のようにペラペラで弱くてな、2発殴っただけでリングに転がったんだ。で、ルカは何を考えたのか、その場でゼーレを指名し、戦いたいと言い始めて。もうそこまでにして、ボス。あんな最悪な記憶を思い出したくもない。わかった、この話は終わりだ。とにかくルカはその場の雰囲気で我を忘れやすい。だが俺はルカが同じヘマをしないと信じてる。それでさっきの話に戻るが、ゼレ、彼女をファイトクラブに連れて行ってやってくれないか。だわよ、連れて行けばいいんでしょ。よしよし、友達をたくさん作るのは素晴らしいことだからな。お前が俺の愛弟子と気が合うことを願ってるぞ。ルカのやつ、なんでいつもこっそり町に戻ってくるのよ。ずっと会ってなかったから成長してるといいんだけど。
おい、そこのチケットはいらねえか。もうダメだ、俺の負けだ。仮装、いや、ベロブルグのみんな、第1761回剣王大会チャンピオン、参加回数30回、優勝回数28回、ボルダータウンの剣王はルーカもう終わったみたいね。よう、ゼレ。それから、そっちにいるのは。紹介を忘れてたわね。彼女は開拓者よ。聞いたことあるでしょ。わざわざ俺の試合を見に来てくれたんだな。そりゃ何よりだ。まあ俺はただ小さな試合に勝っただけで、お前たちはこれより偉大なことをしたわけだが。ルーカ、ルーカ、ルーカ。あの人たち、疲れを知らないわけ？外に行かないか。ここの雰囲気じゃ真面目な話もできねえ。また会おうぜ、みんな！はぜる火花を見せてやろう！もう誰もついてきてねえな。ここにしよう。相変わらず大人気ね、チャンピオン。まだあのことで怒ってるのか、ゼーレ。あれはつい頭に血が上って。そんなわけないわよ。二人の遅延の幹部がファイトクラブで派手に戦うなんて、いくらなんでもおかしいでしょ。あの時会場がすげえ盛り上がってたんだが、たった数ラウンドで決勝戦の勝負がついちまってな。観客たちの満足してない様子を見て、つい思わずな。そう、根に持つなって、ゼーレ。それに俺は本当にお前の実力を認めてる。だからずっと戦ってみたいと思ってたんだ。私、軽い気持ちで戦うのは好きじゃないの。期待しないでちょうだい。それで、私たちをわざわざ連れ出したのは何か話があるから？ああ、そうだ。実は今、ある計画の準備をしてるんだ。ああ、より詳しく言うと、俺個人の鍛錬計画だ。二人には手伝ってもらいたいんだ。このルカの、ボルダータウンの剣王チャンピオンのさらなる成長を見届けてほしい。ちょっと待ちなさいよ。私たちはオレグさんに応援しに行くよう言われただけなのよ。いつの間にあんたの鍛錬に付き合う話になってるわけ？私たちにそんな時間はないわよ。嘘だって顔に書いてあるぜ。師匠から聞いたんだ。仮想部の情勢が安定したから遅延は暇になったってな。それにこっちのやつは興味津々っぽいぞ。そうだろ。
俺の思った通りだ。はあ、いつも独断で進めるんだから。わかった、彼女がいいなら私も付き合うわよ。よし、これで決まりだな。今回の訓練場所はスバローグの縄張りだ。お前らがやったことは話に聞いてる。なら、あそこについても詳しいよな。準備ができたら声をかけてくれ。一緒に出発しよう。どうだ、俺と一緒に鍛錬の旅に出る準備はできたか。もう準備できたのか。それじゃあ出発するぞ。ちゃんとついてこいよゼーレ。言われなくても分かってるわよ。スバローグの縄張りに着いたわよ。これからどうするの？そう焦るなよ。俺についてくればいい。まずは機械工のキャシディを探しに行こう。前もって挨拶は済ませてある。こっちだ。やっと来たな。待ちくたびれたぞ。そんなこと言うなって。俺は約束したことは必ず守る。そう不安がらないでくれ。そこの二人は、え、ゼーレさん。俺の取るに足らない用事で自衛の幹部を二人も動かしちまうなんて。ああ、こいつとゼーレはついでに手伝ってくれるんだ。気にすんな。で、何があったのか簡単に説明してくれないか。ついでって。じゃあざっと説明するけど笑うなよ。俺はアマチュアの機械工で、普段は廃品を集めたり自分でロボットを組み立てたりしてる。だが数日前、俺が傑作だと思ってる2体のロボットが姿を消しちまったんだ。いつも出かけるとき、あいつらをテントの中に置きっぱなしにしてるが、この集落の周りにいるのは全員顔見知りだし、こんなことは今まで一度もなかった。
誰かが俺のロボットに目をつけて、俺が留守の間に連れ去ったんじゃないかと思ってる。どうやったかはわからない。まさかシステムを改ざんしたのか。いや、そんなのありえない。ああ、いや、深い意味はないんだ。ただ、集落に住んでる人にそこまでの技術はないと思ってな。なるほど、ロボットを2体失ったのか。手がかりはあるか？それか何か思い当たる節でも構わねえ。助けてやるにしてもどこから手をつけたらいいのかくらいは分かんねえと。強いて言うなら少しだけ妙なことがある。盗まれた2体のロボットのうち片方はドローンで、名前をフライって言うんだ。そいつには警報器が搭載してあってな、もし権限のない奴が近づくと警報が止まらないようになってる。その音量ときたら集落全体に響き渡るレベルだ。だがロボットが盗まれた時、フライの警報音は微塵も聞こえなかった。そのことが今でも腑に落ちねえ。それはない。なあ、ジョーちゃんたち、俺を信じてくれよ。俺とここの周りに住んでる奴らはこれ以上ないほどよく知る間柄なんだ。ふう、本来なら鳴るはずのドローンの警報が突然鳴らなくなった。気にかけておくべき点だな。他に何かあるか？少し考えさせてくれ。あ、そうだ、役に立つかわからないが、もう一つ気になることがある。フライには追跡システムも搭載してあるんだ。ランから離れると、あ、おっと、ランはもう一体のロボットの名前なんだが、ともかく2体の距離が一定以上離れるとフライは自動的に捜索し、ランの近くまで飛ぶようになってる。これだけだ。自分で手がかりを探そうとしたが、どこから手をつければいいかわからなかった。やっぱりこういう専門的なことはプロに任せるに限るな。ふむ。よし、わかったぞ。安心しろ、俺らが絶対にロボットを見つけてやるからな。ちょっと、その自信はどこから湧いてくるのよ。俺を信じてくれ、ゼーレ。心配すんな、キャシディ。このことは遅延に任せろ。お前はここで休んで気分転換でもしててくれ。ちょっと、どういうことよ。まだ助けられるかわからないのに、あんな安請け合いしてよかったわけ？慌てるな、ゼーレ。まずは俺の推理を聞いてくれ。誰にも気づかれないように2体のロボットを盗むのは至難の技だ。しかも片方は警報器がついてる。だから泥棒はフライを連れていかなかったと思うんだ。それって、泥棒はきっとフライの警報器の存在を知っていた。だから力ずくで破壊したに違いない。そしてキャシディがフライを修理し、その追跡機能でランを探すのを恐れ、壊れたドローンをどこかに捨てた。でランだけを持ち去ったんだ。おい、何をポカンとしてんだ。何か言ってくれよ。どうやら俺の推理を認めてくれたみたいだな。あんた、得意なのは戦いだけじゃないのね。実はそうなんだ。二人が俺の推理に同意してくれるなら、この線で操作してみよう。今この場に足りないのは壊されたドローンだけだ。
口を動かすより足を動かすぞ。ルカ、あんたよく物探しを手伝ってるわけ？そうだな、ガキどもが物をなくした時はよく探してやってるぜ。ふん、だからなのね。ボロボロだな、こんな場所には住みたくね。ここに住んでる人だってそう思ってるわよ。でも彼らに選択肢はない。俺らならこの現状を変えられるよな。もちろんよ。フライとランはお前たちに任せたぞ。あれは俺の全てなんだ。見ろ、ドローンだ。だがどうやってキャシディのロボットだって判断すりゃいいんだ。ここを見て、誰かが故意に外装の文字を削り取った跡がある。しかも綺麗に削れなかったみたいね。お、確かに目の付けどころがいいな。誰がやったかは知らねえけど、きっと急いでたんだろう。どうにかしてこいつを修理しないと。お前手伝ってくれるか。よし、飛んだわね。ピッ、フライ、再起動完了。運がいいわ。私たち本当にフライを見つけたようね。ランのシステム信号を検索中。聞いたか、これがキャシディの言ってた追跡システムだと思うぜ。周辺検索機能による特定に失敗。ランドの距離が離れすぎています。追跡、本当に追跡機能があるのね。ちゃんと使えるか確かめてみましょう。ついていくわよ。フライとランは、あれは。見ろ、あいつコソコソして怪しいぜ。俺らの探してる泥棒だ。面白くなってきた。よう、誰だ。赤色のバンタナ、遅延か。何しに来たんだ。ん、俺なら元気にやってる。お前らに手伝ってもらうことはない。早くどっか行け、俺に構うな。毎日働かずに利益を得ることばかり考えて、暇さえあればこそ泥をする。そりゃあ元気でしょうね。おっと、その言葉には異論があるな。ゼーレ、こいつの近くにあるランを見ろ。これはコソ泥ってレベルじゃないだろ。
なんでこのロボットの名前を知ってるんだ？お前たち、まさか！そのまさかだ！俺らはキャシディに言われてお前を探してたんだ。盗んだものを渡せ！さもないとチャンピオンの拳を味わう羽目になるぜ。ふざけんな！ここまで来たら俺だってなりふり構っちゃいられねえ。このことが知れ渡ったらどうせここにはいられねえんだ。今日はやってやる！レン、俺の後に続け！たとえ死んでも悔い改めないってわけね。なら話し合いは終わりよ、ルカ。は、俺も同じこと考えてたとこだ。来いよ、少し痛い目に遭ってもらうぜ。落ち着いて。降参しろ。お前じゃ俺らにかなわねえ。俺はもう引けないんだよ。根性があるじゃねえか。じゃあ俺の拳をもっと食らってみろ。私が守る。立ちなさい。矢はつがえた。天を突く。呼吸するその感覚。俺が悪かった。すみませんでした。許してくれ。負けを認めるのか。さっきの威勢はどうした。ハンマータウン出身のヒーロー、無敵のボルダータウンのチャンピオンは、義と平和を再び守ったのであった。よし、この大泥棒は自分の非を認めた。ランも壊れてなさそうだな。チャンピオンの第一の鍛錬は無事に終了だ。お？なんだその反応は。もう少し嬉しそうにしろよな。今のは何よ。ハンマータウン出身のヒーローとか、その後もなんか言ってたわよね。お、さっきのか。なんでもない、ただの決め台詞だ。気にすんな。行くぞ、早くランをキャシディのとこに連れてこうぜ。そうね、優先度の高い用事から終わらせましょう。でも先に言わせてちょうだい。さっきの決め台詞、そう簡単に忘れられないと思うから。俺の負けだ。お願いだからもうやめてくれ。このロボットのシステムは再設定してやる。もうお前たちを襲うことはない。早く元の持ち主のところまで持っていけ。もうここにはいられないな。これからどうすればいいんだ。ピッピッ、家に帰りたい。フライとお話ししたい。キャシディと遊びたい。帰る帰る。フライとランはお前たち、あれは俺。ラン、
戻ってきたんだな、ラン。ピッピッ、キャシディ、フライ、キャシディ。感謝してもしきれねえよ、ルカ、ゼーレ、それから外から来たジョーちゃん。これでやっといつもの生活が戻ってくる。どうだ、俺は嘘なんかついてなかっただろ。遅延の幹部は言ったことを必ず守る。疑ったことなんか一度もねえよ、ルカ。この恩は忘れねえ。で、悪いんだが、今からフライとランのシステムをしっかり点検してやりたいんだ。わかった。早く点検してやれ。またな。いい気分だな。人の役に立つと清々しいぜ。お前らはどうだ？今回のこと、あんた一人でも解決できたわよね。それに、あんたさっき第一の鍛錬が終わったって言ってたけど、思い切って聞くわね。あんたの鍛錬っていくつあるのよ？全部で3段階だ。安心してくれ、そんなに時間はかからないって保証すんぜ。そうせかすなよ、今言おうとしてたところだ。二人とも行くぞ。次はこの集落の劣化にいる雑魚を一掃しよう。は？劣化？でも確かこの集落は。劣化の影響を受けてないだろ。その通りだ。ここの劣化は最近になって現れたばかりで、オレグ師匠も昨日報告を受けたんだ。俺は自分からこの件を任せてほしいと言った。どうだ、これで次の鍛錬の内容は決まりだろ。ふう、あんたたち指定の度量の広さには感心するわ。劣化に関することなら一秒も無駄にできない。モンスターはどこに現れたの？すぐ案内して。ああ、出発しよう。ついてこい。ルカ、正直に言いなさい。あんたがここに来たのって、他に目的があるんでしょ？本当に鍛錬だけだって。そんな疑うなんてお前らしくないな、ゼーレ。そうだ、お前らはどうやってスバローグと和解したんだ？詳しく教えてくれよ。話すと長くなるから、また今度話す。この数、劣化のモンスターが現れたのって本当に最近？情報は正確なはずだ。スバローグは最近警戒を怠ってたみたいだな。自分の縄張りを荒らす連中を放置するなんて。そんなことより先にこのエリアを一掃するわよ。足りないわね。手をつく全員ワンパンで十分。よそ見すんな。ダンス戦闘準備。呼吸するその感覚覚えて。闘志は消えない。疾風のごとき。雑魚じゃねえか。落ち着いて、私が守る。
全員死刑。呼吸するその感覚、ワンパンで十分。威勢いいな。ランス、戦闘準備。立ちなさい。落ち着いて。なるほど、前の方が雑魚ばっかりだったのは後ろにこんな大物を隠してたからか。こいつが元凶ね。倒せばこのエリアの裂解の活動をしばらく止めることができるはず。そうすればあんたの第二の試練も終わり。そうでしょ？その通りだ。お前も燃えてきたんじゃねえか、ゼレ。久しぶりにちゃんと戦うから、今日はこいつでウォーミングアップするわ。よっしゃ！お前もいいか？準備ができたら一斉にかかるぞ。逆風に負けないで。風のごとし。素晴らしいと、さようなら。雑魚じゃねえか。よそ見すんな。食べる火花を見せてやる。あと少しよ。あいつもう耐えられそうにない。私が守る。俺がとどめを刺してやる。落ち着いて。こいつ本当にしつこかった。一人で戦う羽目にならなくてよかったわ。これでいいんでしょ、ル。ハンマータウン出身のヒーロー、無敵のボルダータウンのチャンピオンは世界の弱を根絶やしにする。あんた大丈夫？いちいち大げさなのよ。頭どうかしちゃったわけ？これはただの勝利のパフォーマンスだ。そんな反応しなくてもいいだろ。これがただの？リングに上がってる時ならまだしも、いや、試合に勝った後ですらあんたがあんなこっぱずかしいセリフを叫んでるの見たことないんだけど。あんま気にすんな、ゼーレ。この頭はボケちゃいないって保証すんぜ。ほら、俺らはまた仮想部の役に立っただろ。確かにそうだけど、それはそれ、これはこれよ。あんたのその新しいルーティーン、私はちょっと…安心しろ、今回の試練が終わるまでのもんだ。保証す…おっと、俺今日何回も保証するって言ってねえか。これは良くねえな。とにかく残る鍛錬はあと一つだ。二人とももう少しだけ付き合ってくれ。
ここまで来て放り出すなんて情けないことはしないわよ。言いなさい。次は何をするつもり？最後の鍛錬はスバローグに挑むことだ。よく頭はボケてないって言えたわね。落ち着くんだゼーレ。俺の頭は大丈夫だし大真面目だ。今回の鍛錬における最後の目標は数日前から決めてた。考えてみろよ、仮想部にスバローグより挑戦しがいのある相手がいるか。ダメよ、賛成できないわ。自分でトラブルを起こしてるようなものじゃない。あんたに賞賛があるかどうかは置いといて、遅延とスバローグの関係は修復されたばかりなのよ。俺はスバローグを挑発しに行くわけじゃねえ。複雑に考えるなよゼーレ。俺はただあいつと平等な対決がしたいだけだ。リングの上と同じような対決を。頭湧いてんの？スバローグはロボットでリング上のルールなんて知らないでしょ。私たちと違ってあいつの拳は鉄なのよ。それなら俺とあいつはライバルだって言えるな。そうだろ、うん、私が言いたいこと分かってるくせに上げ足を取らないで。とにかくこんなのまともじゃない。お前の心配は理解できるぞゼレ。だけど俺は格闘家なんだ。絶えず鍛錬し強くなるのが役目だ。ずっと挑戦したい強者がいるのに近づくことができない、この感覚ってのは一番辛いんだ。お前らがスバローグと和解したからチャンスが巡ってきた。このチャンスを逃すわけにはいかねえ。わよ、スバローグに会って交渉してみましょう。先に言っておくけど、スバローグが挑戦を断ったらすぐにここを離れるわよ。おい、安心しろ、絶対に説得してみせるぜ。だがスバローグがなびかなかったら強要はしねえ。俺はスバローグとあんま接点がない。今回は道案内をお願いすんぜ。出発しよう。ルカ、あんた。お、なんだ。なんでもないわ。言ったってあんたには分かんないだろうし。スバローグに会いに行くってオレグさんには言ってあるの？そんなことが気になるのか。俺だって何でも師匠に報告するわけじゃねえ。開拓者、遅延のゼーレ。それから、よう、はじめましてスバローグ。俺はルカ、ゼーレと同じ遅延の幹部だ。バックグラウンドデータ呼び出し、検索中。検索完了。ルカ、ハンマータウン出身。
ボルダータウン剣王大会第28回チャンピオン、遅延のボス代理、オレグの愛弟子。おお、すげえな。自己紹介の手間が省けた。サンキュー。遅延のルカ、私に何の用だ。すぐに本題に入るのは好きだぜ。俺はお前に挑戦しに来たんだ、スバローグ。挑戦。意図が理解できない。外から来たもの。遅延のゼーレ、説明をしてくれないだろうか。私を見ないで。全部ルカが勝手に考えたことよ。挑戦を受けるかどうかはあんた次第だから。ああ、俺に深い考えはない。ただ仮想部公認の最強と拳を交え、自分の実力を見極めたいだけなんだ。どうだ、興味はあるか。評価中。対象の動機不明。敵意レベル0。審議審査通過。評価結果、対象は確かに切磋琢磨を目的としている。挑戦を受けよう、遅延のルカ。はあ、待って、こんな簡単に挑戦を受け入れていいわけ？兵器構造と重心は長い間使用しないと錆の発生リスクが上昇する。定期的に使用するとそのリスクは下がり、部品の寿命が伸びる。はあ、そんなしょうもない理由で？言っただろ、絶対に説得してみせるって。それじゃあ審判は頼んだぜ。クラブのルールはよく知ってるだろ。私は、たく、そこまで言うのなら分かったわよ。両者、リングの両側に立ちなさい。俺は準備できたぜ、スバローグ。いつでも始められる。遅延のルカ、質問がある。その機械の腕はどうした？この仮想部にもお前の知らないことがあるなんてな、光栄だ。この腕は話すほどのことでもね。遅延の防衛戦で注意を怠った結果だ。いつのことかすら覚えてね。重要なのは、この腕を失った後、俺はやっと意味を、生きている実感を見つけたってことだ。これが今、俺がここに立ってる理由。自分が生きていると感じるために、そして俺に期待してくれてる全ての奴らのためでもある。素晴らしい答えだ。私は真剣にこの切磋琢磨に向き合おう、遅延のルカ。青コーナー、機械集落スバローグ、準備はいい？準備は完了した。赤コーナー、ハンマータウンルカ、あんたも準備いいわね。いつでもかかってこい。よし、無差別級ファイト一本勝負。どちらかの選手が戦意を失うか、審判が反則だとみなした場合、試合は終了とする。第1ラウンド開始。火花が散るぜ。まだまだ始まったばかりだ。
早くパンチを打たねえと遅れを取るぞ、相棒。この拳に耐えられる相手が現れた。力強い一撃だ。だが私の防御を崩すことはできない。さすがだな。だったらこれはどうだ。完成はどこだ。全力を出す価値があるな。果てる火花を見せてやらー。殲滅執行、システム実行。かっこ悪いな。悪くねえな。赤コーナーダウン。ワン、ツー、スリー、フォー。終わるにはまだ早い。来い。威勢がいいじゃねえか。応援。限界値超過。連装中止。これくらい計算中。完成はどこだ。全力を出す価値があるな。果てる火花を見せてやらー。システム実行。勝負ありだ。もういいでしょう、ルカ。ここまでにしなさいよ。ダメだ、まだ終わらねえ。絶対にお前に見せてやる。継続完了。完成はどこだ。全力を出す価値があるな。果てる火花を見せてやる。あなたは私に深い印象を残した。遅延のルカ、この戦いは記録しておこう。そりゃどうも。でもまだ終わってねえ。待て、おしまいでし。かっこ悪いな。遅延のルカ、あなたにどんな動機があるのかはわからないが、私はあなたの強さを認めよう。あなたの戦いぶりは私に人類の限界を再評価させる価値あるものだった。やっと目が覚めたわね。丸一日起きなかったのよ。さ
すがにびっくりしたわ。心配しないでゼーレ、彼は体力が尽きたから気を失ったの。どうやらスバローグは手加減してくれたようね。ゼーレ、お前、それから、なたね。ここ、診療所か。それ以外にどこがあるのよ。私たちがあんたをスバローグのところにほったらかしにするとでも？アンガとな、だいぶ良くなったよ。すまねえ、ナタネ。世話かけちまった。そんなこと言わないでるか。でも、どんな意図があったにせよ、次からはこんなバカなことをしないで。私はナタほど優しくないわよ。今回の件をこのまま水に流すつもりはないから。今のうちに、さっさと何を考えてるのかちゃんと説明して。スバローグはロボットだって言ったわよね。いくら計算できても手加減をコントロールするのは難しいでしょう。真面目でお前らしいぜ。言っただろ、これが俺の鍛錬だって。動かないで。まだ完全には回復していないのよ。ゼーレ、責めないであげて。今ルカにはちゃんとした休息が必要なの。
ありがとうナタネ。でも俺はもう十分休んだ。この後やらなきゃならねえことがあるんだ。ちょっとあんたね、彼の好きにさせてあげてゼレ。何を考えてるのか理解できないわ。だからって何も言わなくていいわけじゃないでしょ。最初からちゃんと説明するつもりがなかったのに、私たちを連れ回した理由は何？まったく本当に理解できない。あいつを尾行してどういうことなのかを確かめてやるわ。もちろんあんた最近は暇なのよね。手助けが必要になったら連絡するから。ルカのやつ前はこんな感じじゃなかったのに、これじゃ安心できないわ。行ってらっしゃいゼーレ。あまり気を揉まないでちょうだい。君たちが喧嘩するのは見たくないわ。心配する必要ないわナタ。ねえ、二人も行ってしまったし、君に頼みたいことがあるの。私が知る限りルカは時々熱くなりすぎることがあるけど、決して無鉄砲な子ではないわ。今回の彼の行動は確かにいつもと違う。私の代わりにオレグにルカの近況を聞いてくれないかしら。私は部外者だから事の全容がわからないの。よかったわ。どんなことがあっても君たちには仲良くしていてほしいの。些細なことがお互いの関係に悪影響を及ぼすのは良くないもの。また後でね。オレグにルカの近況を聞いてきてくれるかしら。君たちには仲良くしていてほしいの。些細なことがお互いの関係に悪影響を及ぼすのは良くないわ。また後でね。お、俺の弟子のことか。あの後何かあったのか。試合が終わったのにどうして俺に会いに来ないのか、ちょうど不思議に思ってたんだ。何があったか聞かせてくれ。ふん、確かに妙だな。全くあいつらしくない。ルカは無鉄砲に見えるが、心の中ではいろんなことを考えてる。あいつからあの機械の腕の話は聞いたか。そうか。だったら詳しい話はしてないだろう。あれは6、いや7年前だったか。俺が仲間と一緒に隣のハンマータウンを巡回していたら、ちょうど目立たない交渉の店を見つけたんだ。店主は厳しい顔つきをした男性で、俺よりいくらか若いぐらいなのに髪もヒゲも真っ白だった。そばには赤毛の小僧がいて、無気力に雑用をこなし、その目には全く光がなくってな。重要じゃないことは省くぞ。ともかく俺は店主を説得して、赤毛の小僧がいやいややっていた交渉の仕事を辞めさせ、俺の元でいろんな技を学ばせることにした。
ルカの飲み込みは早かった。最初は俺の教える格闘技や武器のこと、戦略についてあいつが好きなのかわからなかった。ただあいつは何も言わずにひたすら学んだ。それから俺があいつを弟子にして1年後くらいだろうか、ハンマータウンの防衛戦でルカは列海から数名の住民を救い出した代償に腕を一本ダメにしちまった。あの時は命も危うくて 2,3 日目を覚まさなくてな。俺はあいつのベッドの横にずっとついてた。ものすごい焦りと後悔に襲われたよ。だがあいつが目を覚ました時、最初に何て言ったと思う？師匠、俺は嬉しいんだ。そう言ったルカはまだ全身に包帯を巻いていて血も止まってない状態だった。だがあいつは初めて俺に笑顔を向けてくれたんだ。あの表情は今でも鮮明に思い出せる。ああ、わからんもんだろ。俺が言いたいのは、ルカは自分よりも周りの人の命を大切にしているってことだ。小さい頃からな。だからあいつがこれは自分のための鍛錬だと言い出したのは、大方何かをごまかしてるからだろう。きっとお前たちに言ってないことがあるに違いない。若者のことにどうこう言うつもりはないが、俺は信じてるぞ。お前とゼールならきっとどうにかするってな。だが約束してほしいことがある。あいつが後に引けないような状況にはしないでくれ。ルカはボルダータウンのチャンピオンで子供たちの憧れなんだ。この輝かしいイメージは何としても守らないとならん。来たのね。早速行くわよ。あいつ急いでる感じじゃなかったから、今からでも追いつけるわ。見て、あそこにいるわ。後ろをついていくわよ。声は抑えて。危なかったわ。まだ見失ってない。ほら、あ、様子がおかしい。しばらく隠れるわよ。
様子がおかしい。しばらく隠れるわよ。ゼーレ、お前もどうしてここにいるんだ。まずい、バレたわ。見て、あそこにいるわ。後ろをついていくわよ。声は抑えて。危なかったわ。まだ見失ってない。ほら、後を追うわよ。ルカなら町に戻るよう言うはず。あいつ、子供の安全には気を使ってるから。ここまで来たのにクソガキに台無しにされてなるもんですか。シッ、フックがこっちに来る。あんたはさっさと町に戻りなさい。わかったよ。さっきルカ兄ちゃんにも同じこと言われたからね。二人ともお宝が見つかったらいいな。危なかったわ。まだ見失ってない。ほら、後を追うわよ。様子がおかしい。しばらく隠れるわよ。様子がおかしい。しばらく隠れるわよ。しばらく隠れるわよ。ちょっと近すぎる。もっと離れるわよ。さっき何か置いたみたい。確かめに行くわよ。
箱？私、なんでかわからないけど、なんだか。ええ、あんたの言う通りね。何が入ってるかわからないから、私が開ける。これは、ノート？子供の筆跡っぽいわね。それに落書き。あんたも見て。ルカお兄ちゃん、こんにちは。私の名前はマギー。お兄ちゃんと同じハンマータウンの生まれで、お兄ちゃんの大ファンなの。私の体はあまり丈夫じゃないけど、夢はいつかお兄ちゃんと同じリングの上の大スターになること。ちょっと恥ずかしいけど、パパに頼んでこのノートをお兄ちゃんに渡してもらおうと思うの。だってルカお兄ちゃんには、私がずっとお兄ちゃんを目標に頑張ってるのを知ってほしいんだもん。それに私の願いをお兄ちゃんとこっそり分かち合いたかったの。これが私の空想だとしてもね。私がお兄ちゃんみたいなすごい格闘家になったら、全力で仮想部のみんなを助けるんだ。仲間を連れてみんなの悩みを解決して、みんなの可愛い笑顔を見る。みんなの嬉しそうな言葉を聞いて、それから勝利の決め台詞を叫ぶんだよ。ハンマータウン出身のヒーロー、無敵のボルダータウンのチャンピオンは、義と平和を再び守ったのであったってね。あとね、みんなに迷惑をかける悪い奴らを全員で追っ払うんだ。仲間と一緒に怖いモンスターを全部倒すの。仮想部を安全な場所にしたら、また勝利の決め台詞を叫ぶ。ハンマータウン出身のヒーロー、無敵のボルダータウンのチャンピオンは、世界の邪悪を根絶やしにする。最後にね、仮想部のみんなにもっといい生活をしてもらいたいの。ママが言うには、スバローグってロボットが私たちを上層部に行けないようにしてるんだって。だから私がそのロボットに挑戦して、チャンピオンの凄さを教えてやるの。でもスバローグは強すぎる、勝ち目はないって言われて、仲間はみんな尻込みしちゃうんだ。でも私は知ってるよ、みんなのお手本にならないとダメだって。私は一人でスバローグに勝負を挑むの。激しい戦いをするんだ。最終的に私たちは引き分けになるの。でもスバローグが私の実力を認めて、私から仮想部のみんなの話も聞きたいって言ってくれるんだ。こうしていい結末を迎えた。仲間は拍手して、苦労した人たちも解放される。でも、これはまだ私の夢でしかない。いつになったら実現できるかな。今、私は病気でベッドの上にいるけど、少しも怖くないよ。ルカお兄ちゃんがいるもん。お兄ちゃんが私に言ってくれた励ましの言葉は、全部覚えてるんだ。私ね、
みんなに慕われるチャンピオンになるには、まずこの病気に勝たないとダメだと思うんだよね。それからまた立ったり歩いたり鍛えたりして夢が叶うまで頑張るの。私信じてるんだ。ルカお兄ちゃんなら最後まで私を応援してくれるでしょ。ルカ、あんたってやつはほんと甘いんだから。このことは忘れるべきね。あんたはどう思う？うん、もう少し時間が経ったらルカとこの話をしてもいいかもしれないわね。今日はとりあえず町に戻るわよ。おやすみなさい、マギー。まだ早いし、どこかへ行く？あ、ずっと仮想部にいたから夢を見ることなんてあまりなかった。信じられねえ、まさかこんな角度から故郷を眺めることができるとは。こうして見てみると俺らが住んでる星はあまりでかくねえな。ん？それは確か近いとでかく見えて遠いと小さく見えるってやつだよな。知ってるぜ。お前らはずっと旅してるんだろ。ここよりでかい場所もあったんだよな。信じられねえかもだけど、ガキの頃はよく親父の工房の物置に隠れて古い絵本を読んでたんだ。その絵本には見たことない場所がいっぱいあってさ、海とか森とかな。やろう。ああ違う、ヤリイロ6だよな。以前のヤリイロ6は真っ白な星じゃなくていろんな地形と自然があったらしい。あの絵は本当にすごかった。俺じゃ絶対に想像できねえ。以前の姿に戻れたらいいのになんて願うのは非現実的だと思うか。でも人は夢を持った方がいいだろ。お、その言葉気に入ったぜ。俺ももっと活気に満ちた場所に行ってみてえけど、結局は故郷が一番なんだよな。そうだろ。今だってそうだ。ここに来たばかりなのにもう仮想部の空気が少し懐かしいぜ。